皆さんこんにちは。今回は、実は親戚だった、禁煙種のモンスターたちをご紹介。禁煙種？禁煙種は骨格構造がそっくりだったり、生物の分類上、近しい関係にあるモンスター同士のことだよ。なるほど、それで親戚ってわけですね。では行きましょう。まずは、会長、イアン・クックと、国労長、イアン・ガルルが、イアン・クックは、竜板目、潮流亜目、潮流下目、地潮流上下、クック下。イアン・ガルルガは、竜板目、潮流亜目、潮流下目、地潮流上下、ガルルガ下、にそれぞれ分類されています。この2体は、名前はイアンかぶりもしてる上に、見た目も似ているしな。しかし、巨大なくちばしに全体のシルエット。そして、禁煙種にこそ分類されていますが、新米ハンターの登竜門と言われる程度の戦闘力で、性格も臆病なクック先生に対して、イアン・ガルルガは鬼教官の名のもとに、ハンターや他のモンスターに、自ら戦いを仕掛けていく戦闘狂。親戚なのにどうしてこうも差が出てしまったのか。そして親戚ということ以外にも、イアン・クックの見つけた獲物を横取りしたり、巣に勝手に卵を忍ばせて、代わりに子育てをさせたりと、いろんな意味で切っても切れない縁があり、イアン・クックは、親戚にいる怖い兄ちゃんに飯をたかられ、代わりに子供を育てさせられ、散々な目に遭っているようです。身内にゴリゴリのやったがいるんですが。続いては、核竜、ディアブロスと、一角竜、モノブロス。この2体は、共に左中から攻撃を仕掛けてきたり、頭部に生えた立派な角が特徴的なので、モンハンの中でも、かなりわかりやすい禁煙種モンスターですね。まあ、片やいくつもの強化個体に、特殊個体を実装され、シリーズもほぼ解禁症する一方で、片や、初代ではココット村の英雄と伝説的な死闘を繰り広げた、強敵として語り継がれ、村クエストのラスボスとして、ハンターに立ちはだかるも、今となっては存在ごと消されかけてますがね。ほんと、親戚なのにどうしてこんなにも差が出てしまったのか、パート2です。そんな角竜たちは共に、竜板目、竜脚亜目、中角竜下目、角竜上下、ブロス下、に分類され、モンハンシリーズ初期から明確に設定された、フル株の禁煙種モンスターなので、かなり近しい関係性ですが、誰これ構わず暴れ回ることから、砂漠の暴君、の異名を持つディアブロスに対して、縄張りを犯されなければ、比較的温厚なことから、モノブロスは、砂漠の戦士と呼ばれていて、異名からも、異なるそれぞれの気象の違いを、垣間見ることができますね。どっちにしても、最終的に暴れるは暴れるんだけどね。続いては、ソウユウ、アクトノス、アクケロス、ズワロボスの3体。3体とも4足歩行で草食性だけど、見た目も微妙に違うし、本当に親戚同士なのか？分類的にはどれも、長板目、水尾亜目、自由化目、に属するモンスターで、ズワロボスのみそこからさらに、非水流浄化、に分類されています。確かにただの生肉や、ホーミング生肉と比べて、だるんだるんだしな。そして生息地帯も見てみると、アクケロスの主な生息地は、乾燥地帯、ズワロボスは、多湿な湿地帯を好んでいるものの、どちらも火山地帯にも生息し、タフで、縄張り意識も強いという生態を持っていて、見た目的にはアクケロスとアクトノス、生態的にはアクケロスとズワロボスが、近しい関係性となっています。こういう細かいところまで作り込まれているあたり、さすがはモンハンですな。続いてはランポス、ゲネポス、イオス、キアノスの、潮流種4兄弟をご紹介。潮流種兄弟たちはすべて、竜板目、潮脚亜目、潮流下目、に属し、そこからさらに、ランポスか、ゲネポスか、イオスか、キアノスかといった感じで、それぞれの科目に分かれています。見た通りに、こいつらは親戚だったんですね。そんな兄弟たちの、原種とされているのがランポスで、ついで、もともとはランポスのアルビノ個体と思われていた、キアノス。実際にギアノスは最初は、白ランポス呼ばわりされていたしな。そしてゲネポスとイオスは、周囲の環境に合わせて進化した個体で、4体とも生物学的に見ても、かなり近しいモンスターたちだったんだ。言うならば、長男坊がランポス、次男がギアノスで、ゲネポスとイオスは三男四男とでも言える、まさに、潮流種4兄弟的な存在なんだな。ちなみに、トライシリーズ以降に登場する潮流種、ジャギー、バギー、フロギー、マッカオ、イズチの5種は、そこからさらに、クリュー浄化に分類されるので、実は潮流種モンスターは皆、禁煙関係にあるんだ。モンハン界随一の一大派閥、竜板界直系、潮流組を築いてやがったのか。続いては、総長、クルルヤックと、現長、キティヤック、共にモンスターハンターワールドから参戦した、ドタバタ潮流だけど、この2体も禁煙種だったんだね。クルルヤックとキティヤックは、竜板目、潮脚亜目、総流下目、ヤック下、に属していて、この2体だけでなく、総流下目までは同じ分類なため、ランポスたちとも、比較的近しい関係をしています。そう言われれば、大まかなシルエットがそっくり。しかしランポスらに比べると、比較的温厚で、卵を専門に食べるクルルヤックや、
頭部の閃光膜を使って、閃光を放つ父ヤックと、ヤックかモンスターの、独自の進化も見られますね。続いては、ジャグラス、ギルオス、シャムオス。三種とも、竜脚目、四脚亜目、俗竜状目に属していて、そこからさらに、ジャグラスか、ギルオスか、シャムオスかに分かれています。モンスターハンターワールドから、新たに登場した序盤のカマセイヌ。恐竜種枠のモンスターだな。立ち位置的にはそんな感じですが、実際は恐竜種ではなく、我竜種モンスターで、なんちゃらラプトルのような、恐竜的な見た目だったランポスたちに比べて、どっしりとしたタイプに、四足で歯移動方法から、トカゲに似た見た目となっています。よりリアルになったことで、爬虫類苦手な人からしたらトラウマもんですね。続いては、ガストドンとケストドン。モブすぎて、どっちがどっちか区別つきません。ガストドンは、頭部を包み込むように体毛が生え、発達した後ろ足を使って、二足歩行を行う方で。ケストドンは体毛ではなく、硬い甲殻で頭部を覆う方って感じだね。もっさい方がガストドンで、ツルッツルなのがケストドンってわけね。そしてさらに深掘りするなら、ケストドンは、オスとメスでも見た目が異なります。ここまで来ると、もはや間違い探しレベルだ。そんなケストドンとガストドンですが、見た目もかなり酷似していることから、禁煙種とされていて、どちらも、獣脚亜目、万角竜状か、ケストドンか、に分類されています。ってことは、原種となるのはケストドンで、ガストドンは、ケストドンの禁煙種ってことになるんですね。続いては、盾カニ、大名ザザミと、カマカニ、将軍ギザミ。モンハン界のカニさんたちは、十脚目、短尾科目、に属していて、そこからそれぞれ、盾カニ状か、ザザミかと、カマカニ状か、ギザミか、に分類されています。ヤドカリじゃなかったんですね。確かに見た目では、大名ザザミはモノブロス。将軍ギザミは、グラビモスの宿を背負っているので、カニというよりもヤドカリらしいですが、十脚目、短尾科目には、現実世界にいるカニも分類されているので、これでもれっきとしたカニなんです。しかし足が4本も少ないとなると、ハンターたちのカニパでは、我々凡人よりさらに熾烈な、足争奪戦が巻き起こっていそうですな。そして大名ザザミは、防御面に特化した進化を遂げ、将軍ギザミは、攻撃面に特化した進化を遂げているので、禁煙種ではありますが、お互いに対となるような、特殊な関係でもあります。まさに矛盾。続いては、機械竜、フルフルと、毒海竜、ギギネブラ。この不気味な、飛竜種の色物コンビは共に、竜盤目、竜脚亜目、機械竜化目、に属していて、鱗も甲殻も体毛もない、ぶよぶよな体に、天井や壁にひっついて、這い回るという独自の能力。暗い洞窟を根城とすることで不要になり、退化した視力に、目のないのっぺらぼうのような頭。雌竜同体で、一人でも生殖が可能な上に、それぞれの幼体、フルフルベビーと、ギーギの姿もそっくりと、かなり得意な生態をしていますが、禁煙種ということで共通点もかなり多くなっています。機械竜科目って、まさにフルフルとギギネブラにふさわしい名称ですね。しかし見た目も生態も似通っていますが、意外にも、それぞれ異なる進化をしている点もあり、戦闘面では、一発の威力は高いですが、動きも比較的読みやすい、パワータイプなフルフルに対し、ギギネブラは、細かい動きでハンターを寄せつけず、終始ちびちびと、陰湿な戦い方をしていたり、産卵の方法も、無尽蔵に産卵ができ、生まれたてのギーギもすぐに行動できることから、戦闘中でもところ構わずポンポン生み出してくる、ギギネブラに対し、フルフルは、電撃で動けなくした獲物に直接卵を植え付け、孵化したフルフルベビーに、獲物を内側から食らいつくさせることで成長させる、グロすぎる繁殖方法を持っています。どっちもモンスターどころか、ただのエイリアンじゃねえか。続いては、人竜、ナルガクルガと、氷河竜、ベリオロス。この2体が親戚っていうのは少し意外ですね。熱帯の樹海に生息し、全身を漆黒の体毛に包んだナルガクルガと、極寒の凍土に生息し、全身を純白の体毛と甲殻で覆ったベリオロスなので、見事に無落の生態を持っていますが、これは、それぞれの生息環境に合わせて進化をした結果で、飛竜種ながらに体毛が生えているところや、翼状に発達した強靭な前足、全体的な骨格からも先祖は同じで、竜盤目、竜脚亜目、全翼脚竜状化に分類される、禁煙種のモンスターなんだ。そう言われれば、確かに見た目は違うけれど、ブレード状の前足や骨格、得意の跳躍で獲物の死角に回り込んだり、長い尻尾で側面から投げ払ったりと、狩りの手法も、似ているところが多いかもしれませんね。ちなみに、そんなナルガクルガとベリオロスには、モチーフとなった生き物がおり、ナルガクルガはピューマ、ベリオロスは、サーベルタイガーがモチーフとされています。さすが、イケメンモンスたちは、モチーフからもう別格ですわ。
続いては、バクツイユー、ウラガン菌と、コッツイユー、ラドバル菌、禁煙種というか、ウラガン菌と、骨を体中にくっつけたウラガン菌ですよね。見た通りに外見や、生態までそっくりで、餌に関してもウラガン菌は好物。ラドバル菌は骨といった、無機物を主食とするという共通点を持つので、ほぼほぼそんな感じなんですが、ラドバル菌の分類は、有板目、獣脚亜目、髄有化目、バル菌化。ウラガン菌は一応さらにそこから、髄核有状化、眼菌化、に分類されているんだ。さすが眼菌主任、顎押しが半端ない。分類を見ると、祖先に近いのはラドバル菌の方なので、そこから体中の骨を取っ払い、顎を超発達させることで、ウラガン菌に派生したのかもしれませんね。続いては、ヒライユー、トビカガチと、ザンソウユー、オドガロン。トビカガチとオドガロンは、こう見えて両者ともに我有種に分類され、有板目、視脚亜目、清掃有状化に属している、禁煙種のモンスターです。一見すると、あまり共通点はなさそうだけど、確かに、トビカガチは白い体毛に覆われ、蛇のような顔をした、爬虫類我有、といった外見ですが、オドガロンは体毛はなく、ズル向けの赤い皮膚に、ゾンビ犬のような、めっちゃ怖い顔、本当に親戚なんですよね。さらに、比較的温厚な性格で、体毛で溜めた電気を使った放電や、皮膜で滑空しながら飛びかかってきたりと、トリッキーな攻撃をするトビカガチに対して、オドガロンの性格は獰猛で、前足に仕込んだ隠し爪での、ゴリゴリの肉弾戦を行っています。見た目や生態、戦闘方法と、ここまで接点がないのに禁煙種なのも、珍しいですね。続いては、宝山竜、ジエンモーランと、宝山竜、ダレンモーラン、ついに、固有の禁煙種の登場ですね。あれ、でもどっちがどっちだっけ？見た目はほぼ、双子な勢いでそっくりなモーラン兄弟は、どちらも、固有目、宝竜亜目、に属していて、ジエンモーランはそこから、ジエン化。ダレンモーランは、ダレン化に分類されます。しかしこう見ると、本当にそっくり。確かに見た目もかなりそっくりだし、登場作品も、ジエンモーランはトライシリーズ。ダレンモーランは4シリーズのみと少ないので、ごっちゃんになりやすいですが、巨大な牙が2本生えている方がジエンモーラン。1本角の方がダレンモーランですね。ちなみに、この頭部の牙や角は、砂をかき分け、岩盤を突き掘んで進むためのものですが、それぞれが普段生息している、砂丘の深さの違いから変化していて、ジエンモーランは柔らかくて細かい砂が多い、砂漠の浅い場所に生息することで、2本の巨大な牙、ダレンモーランは砂漠の奥深くに生息することで、岩盤を掘削するのに適した、角に発達したとされています。ポケモンだけでなく、モンハンにも穴掘り兄弟がいたとは。続いては、ローザン竜、ラオシャンロンと、溶岩竜、ゾラマグダラオス。どっちも山と勘違いするほどに巨大な、超大型の固有モンスターだけど、まさか禁煙種だったとは。ラオシャンロンは、固有目、三竜亜目、ラオシャンロンか。ゾラマグダラオスは、固有目、三竜亜目、溶有化目、ゾラ科に属していて、意外にも、固有目、三竜亜目、という区分に分類される、禁煙種のモンスターだったんだ。スケールがでかすぎて、似ているのかどうかの判断もつかない。しかしラオシャンロンは、全長、6960cm。ゾラマグダラオスに至っては、25764.59cm という、怪獣サイズなのでわかりづらいですが、ゾラマグダラオスの背にある火山を覗いてみてみると、大まかな骨格や姿勢は、ラオシャンロンと似ている、禁煙種らしいところも発見できます。こういう、超大型モンスターとの戦闘は楽しいから、サンブレイクでも、また新しい怪獣を出してほしいですね。続いては、カスミユー、オオナズチと、メイユー、ネロメール。なんとなく、不気味な雰囲気は似ているけど、本当に禁煙種なんですか？オオナズチの属している、カスミユー科目と、ネロメールの属している、メイユー科目は、現状では、詳細不明とされる共通の亜目から分岐したとされているので、固有目、不明というカテゴリで分類される、謎多きミステリアスモンスターたちなんです。完全に生態を把握しきれていない、ミステリアスな感じが、この2体にぴったりだな。そして分類以外に、どちらも体内に発電機関を持っていて、オオナズチは擬態する際の、皮膚の変色に用いるため、ネロメールは、辺り一面に設置した水を爆発させるために、皮膚を帯電させるという共通点も持ち合わせています。最後は、黒竜、ミラボレアスと、連黒竜、グランミラオス。とある王国をたった一夜で滅ぼしてみたり、海を見立てて、島を何個も沈めてみたりと、やりたい放題していた、このミラファミリーも、固有目、源流亜目に属す、親戚モンスターなんだ。最後の最後で、伝説級な近畿固有ファミリーのお出まし。しかしミラファミリー、どこのマフィアだよ。
そして、共に近畿とされる固有で、名前にも、黒竜が入っているだけでなく、実は骨格も同じなんです。海という名のお風呂に浸かってるから、見えづらいし、わかりづらかったけど、グランミラオスもどっしりと構えた、うっこ座りならぬ、うっこ立ちしてたんですね。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。